こんにちは、こんばんはですね、今日はですね、ブロンコビリーのサラダバー、こちらに行ってですね、持ち込みのお皿が使えるのかどうかっていうのの検証を取るっていう、ちょっと、YouTuber らしい動画を作ろうかなと思いまして、やってきました。地元の新小岩駅すぐそばなんですけれども、そして新小岩駅というとですね、シンガーソングライターの長渕剛さんと奥様の志保美悦子さん、若い頃、男はつらいよの幸せの青い鳥に出演された時のロケ地がすぐ近くありましてですね、映画の、冒頭の方で、出てくるところですね。それが今すぐここ、新小岩駅の高架下なんですけれども、そこをちょっとビデオに収めて、それからすぐ近くのブロンコビリーまで歩いて動画を回し続けますので、途中ちょっとブロンコビリー入る前には、用意してきたお皿もお見せして入りますので、ちょっと一つロケ地行きますね。路地でちょっと順番最初ちょっと違えてご案内します。ちょっと昔とはもう壁とかもだいぶ違うんですよね。この車道とを隔てるこの何ですかね、今ガラス張りになってますけど、昔はガラスがなかったんですよね。はい、ここで、高架下が終わったところの路地なんですけれども、あれ、またちょっと長い年月を経て、変わってしまってますね。この階段がですね、昔は違ってて、ここがポコッとこう、まあ原型はこの階段なんですけども、ここが四角く盛り上がってで、この3段目ぐらいの高さのところで志保美悦子さんがこう具合が悪くなって。この辺で持たれてるですね。でこっち側、高架下のところに入るところなんですけど、ここに、食事を終えた、長渕剛さん演じる、若い絵描きの青年が、自転車で現れて、この前にあちらの方にあったここちょっと居酒屋っぽい大衆食堂とかこっち並びあるんですけど、この中の一つで食事をしていた、電車が通ると全くお話の声が聞こえなくなってしまうかもしれない。食事をしていて見かけていた、志保美悦子さんのことをここで自転車でスーッと現れて、あれって思って、ここで具合悪くなって、この段差、これちょっと逆なんですけども、3段目ぐらいの高さ、2、3段目ぐらいの高さの盛り上がりの場所だったんですね。ここね、ここで具合悪そうに持たれてるところで、というか伏せてるこの段に手と頭を乗せてふーって感じで伏せてるところを、長渕剛さん演じる、何でしたっけ、正午でしたっけ、現れて、おどうしたんだって感じでこう見ると、でおいって話しかけて、で
やばいと思って塩見悦子さんがこっちダダダダンと来てこの路地を向こうへ行こうとする。昔もうちょっと暗かったんですけどね。向こうへ行こうとすると2人組のチンピラに絡まれて、そしてこの辺りでですね、長渕剛さんが、その2人に絡まれているところを助けるという、自転車をねこうスッと回して、チンピラの1人のズボンをかすめて、で、ちょっとこれ持ってろって言って、片方の1人に自転車をもたれかけてさせて、蹴りを入れてこちらの方に行くと。でまさにこの辺で、この辺でですね、あのその後、違うドラマで長渕キックという言葉が呼ばれましたけど、実はその現象の形態ではないのかと思われる長渕キックが炸裂してるんですね。で、ここですね、ここを終えて、長渕キック、プレー長渕キックが炸裂した後、2人はあっちに逃げていって、で、島見悦子さんと2人で、正吾が、正吾だったか名前忘れちゃいましたけど、あいつらがダチッコ呼んでくる前に逃げるべって感じで向こうの方へタッ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 と走っていくわけですね、二人で。確かにガチッコっていう言い方してました。それでだいぶ遠くまで実は走ったように見えるんですけれども、実はすぐそこの信号のところなんですね。そこの交差点で先に長渕剛さんが向こう側に自転車をしながら、早く来いって渡るシーンもあるというところですね。こういう、ロケ地ご案内を終えてブロンコビリーへ向かいます。これ新小岩駅ですね。
今日は2023年の3月の17日夜、今もう8時ちょっと回ったぐらいです。小雨が降ってきちゃって、ハンディカムを回し続けるのはちょっとなんなんですけど、回し続けますね。で、ブロンコビリーが見えてきました。結構昔からここにブロンコビリーあるんですけど、昔十何年前とか来た時にあんまり評判良くなかったんですよね。あのサラダバーなんですけど、今日の目的はサラダバーの評判が良くなかったのが、今はブロンコビリー、なんか先代から社長が、まあ、経営者が変わって、まあ、家族の方なんでしょうけども変わって、なんか地元創業者長崎かどっかなんですよね。そこからサラダを、直送で取り寄せて美味しいサラダバーを、まあ、メインはステーキのお店なんですけれども、サラダバーで売りしているということで、ですね、あれなんですね、最近私葉物野菜を1日 800g から1 キロ は食べるというふうにしてるんですけども、葉物っていうとですね、まあ、美味しいのはレタスとかで、メインキャベツにしたりとか、まあ、ほうれん草とか、ちょっとここで説明するのもなんなので、ふっと場所を外します。ブロンコビリーの建物裏側に来ました。ちょっと暗いですね。手っ取り早く説明しますとですね、今日こちらで食事をさせていただくに入るんですけれども、何かステーキ関係一品頼んで、でサラダバーをつけて、サラダバーを、渡されるお皿が結構小さいんですね。で、葉物野菜、今日私ここで主に長崎直送の美味しい、まあ、主にレタス系をたくさん食べさせていただきたいなと思って、小さいお皿でレタスを持って何度も何度もっていうのが、何度もまどろっこしいので、席を何度も立つので、持ち込みのちょっと大きめのお皿、こちらですね、先ほど某100均でゲットしてきたんですけれども、これを最初は小さいお皿で2回ぐらい普通に取って、おもむろにカバンから出して使い始めて、なんとかおかわりをしに行って、注意されるのかどうなのかというのを、ちょっと全国の皆様のブロンコビリーファンの方のために検証したいと思います。でブロンコビリーファンの中でレタスをたくさん食べたい方のための検証です。飯テロとかそういう柄の悪い動画ではないので、できますね、まあ、回し続けますんで、
の近くにご案内していただいて、よかったです。発揮したのが、今、これから注文します。150g、はい、に、セットサラダバーを、サラダバーセットです、はい、他にご注文はございますか？以上で、はい、はい、メニューを開けます。お皿ご用意します。またお皿失礼いたします。
失礼いたしました。油箱の元で白い紙が切れてお待ちくださいね。ワンコハンバーグ食べなかったさせていただきます。お次にリブロースステーキをお願いします。ご飯で注文でございます。はい、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 お伺いします。はい、お願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 いします。は
ハハハハ。
の日本ハム時代に何で歌ってるの？何で歌ってるの？Thank you.
ことが何やってもバレないですよ。転職サイトに行くバレないですよ。転職サイト行くバレないですよ。でも全然バレないですよ。何やってもバレないですよ。Thank you.
試合の後、運動したのね。すぐ出たね。すごい、ゆっくりでしょ。言われましたそしたら、頑張ったことについてて。これ変わったのね。それは、しげが。私が話したいないんですけど、しげがいて、ヒーザーに入ってくるって言われて、この子を確認して、行くことにしよう。だから違うよ、おかずです。
なりました。
Thank you.
Thank you.
びっくりしました。ずっと朝だったよ。そういう意味で言うの。Thank you.
Yeah.
Thank you.
パン粉ハンバーグの仕上げにカットにしていただくね。Thank you.
ご案内いたします。
りです。2名様ご案内いたしました。
100均のお皿なんですけど、はい、これをいきなり2、3回サラダバー取って、はい、3回目におもむろにこれでさたくさんレタスを取って食べたら、はい、お店の人に怒られちゃったりするのかな注意されたりするのかなと思ってちょっとその検証をしてみようと思ってビデオを撮ったんですけど現地が終わっちゃってそんないたずらもできなくなってそういうことしたら実際にブロンコビリさんとしては、はい、やめてくださいってなるお客様お皿の持ち込みは禁止ですとかってなるんですか、ね、ちょっとそういったお客様はちょっと私は見かけたことがなくて、はい、私は見かけてもちょっととりあえず店長にそう言って食べてるお客様いらっしゃるんですけど店員さんはそれを見ると店長とかにはもっとやばくないですかとか言って相談しに行って、はい、で店長がどうしようかな注意しようかなっていう判断をするとかそうそうですね、ちょっと私はそういった判断で対応させてもらって、そういう風になりますよね。まあ、お茶もいただいてるので、私個人の意見としては、どのお皿で食べていただいてもいいんですけど、一応、こういうお客様いるんですけど、事前、あ、そういうお客様いるんですか？いや、私は見たことないんですけど、もしそういうことをしてる方がいらっしゃったら、私は一応、店長にこういう風に食べてるお客様いらっしゃるんですけど、大丈夫ですかとは、確認はちょっと取らせてもらうかなと思います。今日、ちょっと私、ここにビデオ三脚立ててこのスペースを撮ってるだけでも、はい、なんか割とチラチラと店員さん気にしてたかなって感じがする。やっぱその辺はチェック入ってたっていう。何やってるんだろうぐらいですかね。そんなに、え、なんか他のお客様が映るような撮り方をしなければ別にこちらとしては問題ないので全然そのままで大丈夫なんですけど、本当ただここだけ全然それは大丈夫です。それはでも見て一応見てあ大丈夫だなっていうふうに、あ、そうですね、無視はしてないんです。無視はしてないですね。なんかちょっと視線がねやっぱりあやばいかなって感じで大丈夫です。それはお皿の件は分からず、はい、そうですね、そういったお客様と私はまだ見かけたことがなくて、もしかしたら事前に聞けばいいのかなってのもありますよ。あ、そうですね、聞いていただければ。レタスたくさん食べたいのこれいいんですか。あ、全然こちらとしては問題はないで聞くと、もしかしたらダメって言われるかもしれないし、いいって言われるかもしれないし、ね、
店舗によるかもしれないし、それはあるかもしれないです。結構店舗によるかもしれない。会社の規定は多分ないかなっていう感じですね。そうですね、そういったルールは明確だね。聞いたことないですね。わかりました、すみません。あ、全然検証動画でなんか見てる人に期待を裏切ることになって最後にちょっと音声を使っても大丈夫ですか。あ、はい、あ、私の映像入ってないんで顔もできないし。ありがとうございました、はい、ドリンクバーの追加はいかがなさいますか。非常にいいサービスで。本当ですか。満足です。ありがとうございます。ドリンクバーって書いて追加ちゃんと11時までに入りますんで。あ、注文入れてなかった。はい、あ、じゃあお願いします。追加、あとでクーポン使わせていただきます。はい、仕込まりました。じゃあドリンクバー追加させていただきますね。すいません、はい、長くなっちゃって。ありがとうございます。またぜひここまでで、していただけたら嬉しいです。これを動画の最後につけてブロンコビリーさんの宣伝させていただきますので。ありがとうございます。はい、ブロンコビリーさんで、終電じゃない、閉店まで11時閉店なんですけれども、いさせていただきまして、検証結果はですね、私の電池が新しいハンディカムをどれぐらい持つのかという検証になってしまいました。途中で終わってます、でもちょっと店員さんに最後お話を聞いて一応検証の結果は得られたということで、まとめられたかと思います。それで野菜がやっぱり良かったですね。本当にブロンコビリーさん今後も利用させていただこうかと思います。人参がない、要するに根菜はないんですけど葉物野菜中心で食べようと思ったらすごくいいです。で、根菜はないと言ったんですけどもトマトだけでもたくさん食べると普通に元が取れちゃうんじゃないかなっていう感じです。でステーキ一品頼んでサラダバーで、トマトってなんか最近のいろんな論文の研究によるとですね最も体内の炎症を消してくれる効果のある野菜であるということが言われてるんですよね。そういうこともあってトマトいいと思います。とりあえず今日はここまでで、ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。